こんにちは、日本改革トークツアーです。上総介様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。再エネ付加税が3倍に増税されたばっかりなんですけれども、新たな原発付加税制度を経産省が画策中。原発の新増設を推進するため、脱炭素電源を増やすためとか言ってるけれども、新たな負担増になることは間違いなさそうであります。世論です。はい、利権また値上げの話か。電力会社過去最高益なのに控えめに言って下道。再エネ賦課金とダブル負担はおかしいよ。だったら太陽光への補助を打ち切れよ。岸田になってから税金以外の名目で徴収が増えた。国有化して税金でやりなよ。今だって実質的に上乗せ徴収してただろう。増税メガネ、増税じゃないから。再エネ賦課金をやめて代わりにやるならと。原発推進には賛成ですけれども、そのための別途徴収っておかしいでしょ。あとは再エネ賦課税だって、原発止まっちゃってっからみたいなこと言ってませんでしたっけ。原発推進のために、再エネ賦課金、再エネ取りつつ原発賦課税も取る。おかしいよ。原発がダメだからつって始まったんじゃない。カンナオトが始めたんですよね。火力発電所作んのもね、原発作んのもね、電力会社が再三考えていくらで作るか、どの程度の規模で作るとか、電気料金いくらにすれば損しないとか決めればいい話で、あと何年使えば元取れるとか、政府が使用者から徴収してよ別途、電力会社に金と口出すっておかしくない。電力会社一応民間の会社なんだしさ、再エネ賦課税を取りながら原発賦課税も取るって、一体電気料金どんだけ上がんだって話ですよね。一般市民はまだしもですけど、毎月ね、何億円も電気代払ってるような工場とかきついですよ。あとは電気使うんで浄水場とか、そういうとこも処理場とかも毎月何億円っすよな。これじゃ民主党の時と同じようにですね、企業と雇用が海外に逃げちゃうよ。河野太郎ですね、自民党から追い出して太陽光パネル一切やめて、再エネ賦課税やめて、原発賦課税を新しく作るんだったらば、それでしょうがねえかって気がするしますけれども、原発がダメだからつって始まった再エネ賦課税、やりつつ原発賦課税も取るっておかしいよな。電力会社が原発新増設に及び腰なため、そりゃ民間会社なんだから、儲かんなさそうだな、財産取れそうだな、取れなさそうだな、損しそうだなって思ったらやらないだけだし、ここで私からの提案があります。国がですね、既存の原発全部買い取ってですね、管理運営を自衛隊に任せます。なぜならですね、万が一事故を起こした場合、事態を収拾できそうな組織が日本では自衛隊しか思い浮かばないから。東電事故を起こしましたけれども、あれメーカーはですね、アメリカの、どこだっけアメリカの原発だったんですよ、福島第一原発って。しかも42、3年経ってる古い古い古いポンコツオンボロのやつ、で東電はユーザーだから、例えば車作ってる、車を買って、使ってるタクシー会社のようなもんなんですよ。それがですね、車ぶっ壊れたっつって、どうにかできるって、できねえよね。メーカーがはできそうだけどね。あとは事態を収拾できそうな組織が自衛隊しか思い浮かびません。防護服とか元からね、今でもちゃんと揃えててみたいな、そういう組織が自衛隊しか思い浮かびません。自衛隊は電力を電力会社に売却する、で我々に電力会社通して売ってもらう、で売却益は防衛予算の足しにする、したらいいんじゃないの。
防衛予算になると思えば、自衛隊のためになると思えば、電気代も払う甲斐があるというもの、異論は認めます。私はこれが一番いい方法なんじゃないか、原発を推進するためには。あと事故を起こした時のためにもって、思っております。高市早苗経済安保大臣、夫婦別姓に反対、家族一体とした氏は残したい、総務大臣時代にですね、総務省に関わる法令全部チェックして1142の届け出や申請を全部旧制兵器で大丈夫なように変えといた、いや仕事できんな、実力あるな、頭いいな、完全に分かってるしね、河野太郎みたいに自分が仕切る有識者会議に中国共産党が作った資料をそのまま使うようなバカとは違いますね。世論です。総理になって石破も河野も信用ならないの、立憲と共産が別姓推しだから反対、選択だからいいだろって言ってるやつは結婚してない高市さん自身再婚後も旧姓での政治活動に支障ないし、わざわざ別姓を選ぶ人がいたら変わった人として警戒するな。結婚しても姓が変わらないなら戸籍の乗っ取りがしやすくなる、永住権狙いの外国人がバカなじいさんを狙ってるぞ、公務員だって職場で旧姓使用を認められてるんだから現行で問題ないだろ、掲示板に、バカ左翼ども湧いてまして、めちゃくちゃな論で高市さんを罵倒しておりました。あとは人格否定ですか、選択制なんだからいいだろ、戸籍が乱れるっつうの、それから別姓でいいだろって言ってるやつは結婚してねえし、これからも結婚する予定もないやつですね。婚姻のハードル下がって財産乗っ取りや戸籍乗っ取りや永住権狙いがはかどっちゃうっつうの、立憲と共産が推してることが日本と日本人のためになると思うから、そんなことありえませんよ、天地がひっくり返ってもね。だいたい父親もしくは母親と性が違ってしまう子供がかわいそうとは思わないの？自分は鈴木だけどお母さんは佐藤だわとか、自分は佐藤だけどお父さんは田中だわとか、子供かわいそうって思わないの？ソ連が気の迷いで別姓導入した時によ、青少年がそれでぐれてですね、社会問題になってすぐ辞めました。30年ぐらいで、それと結婚の価値が下がってですね、ジゴロに遊ばれ捨てられた女性が山のように発生いたしました。でソ連はすぐ辞めました。立憲と共産はですね、この社会の混乱を起こしてですね、自民が悪いって言いたいだけだから、夫婦別姓なんてなんで今更韓国のような遅れた国の真似しなくちゃいけないのか、それ単純に対価じゃないの、国家の対価、性が変わるのはいや、結婚にそれだけの価値を見出せないなら結婚しなきゃいいんじゃないの、資格ないし、とにかく同性じゃなきゃダメ、別姓で活動すればいいじゃないですか、小説家さんとかタレントさんとか、まあそっちの方が通りがいいって言ったら、それで活動したらいいじゃないですか、少なくとも総務省の届け出は旧姓兵器で OK のように高市さん書いてくれたからね。なんか盛り上がっていないパリ五輪、スタッフ5000人をクビにしました。うち1000人は犯罪歴、不法滞在、イスラム過激思想、極右極左思想などの問題があった、これイスラム原理主義者ってよく聞きますけれども、キリスト教原理主義者っていうのもいるんだってアメリカに。で子供下ろすのは聖書に反するかなんか、キリスト教に反するかなんかやって、それやってる産婦人科爆破したりしてるみたいですよ、キリスト教原理主義者。何でもね原理主義者はダメだって話なんですけど、まあ極右も極左も偏りすぎてる、突き抜けすぎてる、のはダメだ、大会の妨害を画策したロシア人1名を拘束、妨害を図る国はロシアだけではないと発表になっておりました。世論です。公募は1000人も通う、イスラム移民が多いからしゃあないね、多すぎだろ、平和の祭典とは。東京は無観客で助かったな、これコロナで無観客でしたよね。パリ治安悪すぎ、こういうことをちゃんとするのは偉い。今回はミュンヘンの二の舞もあるし、
日本と比べ物のない やばい治安情勢、疑いのある人の数多すぎて、捕まったロシア人はウクライナ選手やですねウクライナを支援する G7 の選手を狙ったんでしょうか。だとすると日本の選手も危ないですね。ロシア の凍結資産の運用益5000億円ウクライナに貸しますとかやってますから、日本選手も危ないですね。ウクライナとロシアの選手たちだって仲良くは競技しないだろうしね、足引っ掛けたりぐらいはすかもしれないね。東京五輪の時はイスラエルのハマス攻撃始まってませんでしたから、パリ五輪はイスラエル選手だけではなくアメリカはじめイスラエルを支援する全ての国の選手が狙われる危険性ありますね。誰にも何もないことを祈ってましょうか。なんかありそうですけれども、テレビ朝日で放送事故、23日の夜 の10時半から夜の12時まで、約1時間半の間機器の故障で CM 流せずと、この時間帯って広告料金も高いんだって。企業への損害賠償が数億円になる可能性だって。スポンサーさんへの賠償ですね、天罰かな天罰だろうな、世論です。視聴者的には何にも問題がない、変更テレビ局ザマー、本当はスポンサーがゼロになったら面白いんだけど、テレビ局には安いもんだろ。ホステも何年も見てないが相変わらずなの。これ誰かが仕掛けたかもしれんな。1時間で、数億円ってやっぱりぼったくり料金なんだ。 CM 流れないとか、むしろ有料放送局と。何が原因でこうなったか分かりませんが、指示されたスタッフがですね、日本語分からずミスしたところら笑いますね。あるいは日本人スタッフがハングルで指示されちゃったから何言ってんのか分からなくて、やらなかったとかだったら笑っちゃいますね。天罰かな、天罰でしょうね。これは来年 の株主総会が楽しみだと。原因は何なの、再発防止は何かやったの、聞けますね、テレ朝株主の皆さんね。今日の単身です。埼玉県でエアコン室外機や給湯器の盗難相次ぐ。埼玉県警、鎖で繋いどいて注意呼びかけ。一人で盗むの大変だし、こんなのどこに行ったらわかんない、いいかわかんないですね。複数犯ですよね、これね。品物さばく先も確保してある組織犯罪ですよね、これ。日本人こんなの盗まねえよ。こんなの。どうやって金にしたらいいんだこんなの。これ持っていくと金になる場所があるんですよ、別に。でそれ別な人間がやってんですよ。高度に分業化された組織犯罪なんですよこれ。なんか犯人たちがどういう属性の連中か分かっちゃった気がしますね。埼玉だしね。こいつら桃だの梨だの手当たり次第ね、日本人だったら盗まないようなもの、盗むような属性の連中でしょ、どうせ。東京もそのうち多発すかもしんないですね。埼玉に近い方から、足立区、隣の足立区であるとは。フジテレビ、目覚まし8、立岩陽一郎、誰でしょうこれ。顔わかんないですけど、不法滞在、これは法律に違反しているわけだけど、これを過度に犯罪者扱いするとますます地下に潜っていくわけですよね。そういうのは避けた方がいい。まるでね、不法滞在者が不法滞在のみならず別の犯罪を犯すのは犯罪者扱いする方が悪いみたいなこと言って炎上してました。テレビはあくまでですね、不法滞在者を犯罪者としたくないスタンスですね。自分家のエアコン室外機でも盗まれないとわかんないんだろうな。自分家の給湯器盗まれないとわかんないんだろうな、これな。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。